道連れ「三浦哲夫」「白菊1本260円」「少々高いような気もするがこれが最後だからいつも通り10本買って花束だとわからぬように紙ですっぽり包んでもらう」「これから墓参りかねえ」と駅前マーケットの花屋は言う。 強いい。りが懐かしい花を買ってももはや誰も粋なたくらみだと思ってくれないのは情けないが花屋の見当はあながち外れているわけでもないからまあそんなところだ命日ならしょうがないけれど難儀なかったねこんな天気で外は横殴りの雪である 店の前を囲んでいる透明なビニールシートが通路を吹き抜ける風をはらんでバリバリと音を立てている毎年のようにこの店に来て同じ花を同じように包んでもらうのだが花屋の方にはまるで覚えがないらしい年に一度の客では無理もないが花をすっぽり包ませたのも ただあいにくの風雪から守るためだと思っているようである。一見何でもなさそうな紙筒になった花と引き換えに千円札を三枚渡すと「はいどちらも菊が十本おまけして二千と五百円ずついただきね」と花屋は店の奥の暗がりへ声をかけた。そそののの時、彼は奥の石油ストーブのそばに、 自分のとそっくりな紙筒を小分けに抱えた先客がいるのに初めて気がついた。黄土色の街灯を着た品のいい顔立ちの小柄な老婦人で、黒いブーツに炎の色が映っていた。女房からお釣りをもらって花屋を出る。またどうぞという声を背中で聞いたが、もう来ることもない。 次の連絡船は午後3時の出航でまだ1時間ほど間があった。街には別に用がないからそのまま駅へ戻って待合室の隅の軽食スタンドで一息入れる。雪に濡れた頬を拭い冷えた歯にしみるコーヒーをちびりちびりと飲む。靴の中に雪水が染み込んだのかつま先が痛い。 手袋をはめたても指先の方がかじかんでいる。船べりの寒さが思いやられる。北の玄関と呼ばれる駅の構内は着膨れした人々で混雑していた。スタンドの彼の椅子からは囲いのガラス越しに改札口の雑踏が見えた。この駅では鉄道の客も船の客も同じ改札口を出入りしている。 列車が発車するプラットフォームの一本がやけに長く伸びてその果てが連絡船の桟橋になっているからであるコーヒーカップのほとぼりで手を温めながら見るともなしに眺めているとさっき花屋で一緒だった老婦人が銀髪に焦げ茶色の帽子をのせて改札口を通るのが目に入った小ぶりなバッグを一つ下げ 例の紙筒は片手で胸に抱えている町へ用達しに出てきたついでに傍ふへ手向ける花を買って帰るのだろうか』と彼は思い帽子を目深にしてとぼとぼと郊外の家路をたどる姿を想像したしばらくして彼も途中下車した切符を見せて改札口を通った」「切符は東京から海峡の向こうの港町まで 一枚で投資になっている桟橋への通路を兼ねている長いプラットフォームは屋根があるにもかかわらずすっかり雪道になっていたわずかにコンクリートの地肌がのぞいているのは古線橋の折口の辺りと売店や立ち食いそば屋の前ばかりであとは屋根裏の塗料のせいか一面に薄く基板で見える雪道である。 そこを海の方から雪が真横に吹き抜けている彼はその雪道の中ほどまで来てから首をすくめて前を行くまばらな人影の中に意外な後ろ姿を見つけておやと思ったてっきり各駅停車の列車に乗って近郊へ帰るものとばかり思っていたあの老婦人が 焦げ茶色の帽子を雪の来る方へ傾けて、のろのろと歩いている。行く手にはもはや連絡船の乗り場しかない。すると同じ船に乗るつもりなどだ。同じ花の紙筒を抱えて。彼はそう思って妙な気がした。ここからあまり遠くない土地で育った彼は、雪道の歩き方を心得ている。 危なっかしい足取りの人々を抜いてほどなく老婦人に追いついたな何とはなしに前へ出るのをためらっているうちに目の前の焦げ茶色が笛に沈んだまるで何者かにいきなり両足を払われたかのような転び方で「あっ!」と思った時にはもう雪の上に寝そべる形に倒れていた彼は思わず駆け寄った「大丈夫ですか?」 びっくりとうとう転んじゃったわ老婦人は思いのほか明るい張りのある声でそう言いながら身を起こすと肩越しに彼は仰いだがふとけげそうな顔つきになって確かめるように彼が抱えている紙筒へ目を移した手を貸しましょうかいえ結構一人で立てますきっぱりとそう言ったがすぐには立てなかった ブーツのかかとが凍てついた雪を蹴っては滑るばかりである。見かねて手を伸ばすと、本当にお構いなく放っといてください。老婦人はちょっと身をもがくようにした。するとその肘が彼の手のひらをついた。ほんの一瞬のことだが、同情や手助けの類は一切拒否しようという固くなないしを伝える手応えがあった。 彼は小さな吐息を漏らすとまた歩き出した広い連絡船の待合室には立ち食いそばのだし汁の匂いがこもっていた色とりどりの一席は相変わらず閑散としていて桟橋や港の見える窓際だけがわずかににぎわっていた身近な防寒服の男たちが十数人もずらりと並んで 手手に手に重そうなカメラを構えている。背後から覗いてみると着いたばかりの連絡船がタグボートに押されながら向きを変えるところで窓の正面に船首が来るとシャッターの音が高まったこの連絡船の航路はあと一つき足らずで廃止されることになっている。 海峡の下をくぐり抜けるトンネルが完成したからである。廃止の日が迫るにつれて名残を惜しむ客たちで船も港も混雑するだろうと思い今のうちに乗り納めをしようと早めに出かけてきたのだが意外にもいつもと様子が違うのはこの窓際だけであった彼はその窓とは反対側の奥まで行って 隅っこのス隅っこにはかつて足の長い緑色のラシャバリが手元へゆるく傾いている書き物机が置いてありもう何十年も前の話だが彼の肉親の一人がそこでこの世に別れを告げる手紙を書いたのであった。その肉親は 手紙を投函してから船に乗り、海峡の真ん中あたりで身を投げた。遺体はついに上がらなかった。だから彼はこの海峡こそ肉親の墓場だと思い、距離を遠く離れて時間と費用をどうにかやりくりできるようになってからは、明日の前後に、 花を携えて墓参りにに出かけててくるののを年中行事の一つにしていた墓参りといっても海峡の真ん中辺りで連絡船の船べりから花を落とし肉親の霊としばらく対話を試みてから海峡の向こうの港町に1泊して翌朝の飛行機で引き返すだけだが肝心の連絡船がなくなるのでは そんな自分だけのささやかな習わしもこれが最後ということになる荷物を椅子に残してやがて取り壊されることになるかもしれない待合室の中をぶらぶら歩くいつの間にか胸に揃いの造花をつけた団体客が売店の周りにひしめいている隙間を探して覗いてみたが 記念に欲しくなるよ子どもたちへの土産に渡航中の連絡船を空から移したテレフォンカードを3枚買って人混みを離れる入り口を入ってすぐ左手にある婦人待合室の前を通るとドアを開け放した戸口から床より一段高くなっている絨毯敷きの奥の太い角柱の陰に。 焦げ茶色の帽子を抜いた老婦人が一人ぽつんと座っているのが見えたにぎやかに談笑する車座のグループに丸くした背を向けてうつむき加減にひっそりと正座している彼は通り過ぎてからふと誰かに似ていると思いすぐに自分の死んだ母親を思い出した顔や身なりは似ても似つかないが やはり小柄だった母親も生前よく路端に背中を丸めてしんと正座していたものであったそんな一人で何かにじっと耐えているような格好が母親に似ていたそれから彼は思わず立ち止まりそうになったこの海峡で命を捨てた人は他にも大勢いる自分以外にも こっっそり最後ののにやててくくるる。ししがいいも、も少しもおかしくはないのである「帝国に出版のドラが鳴るそれに太い汽笛と蛍の光それらを船室の座席で忘れるように耳をそば立てて聞く」「老婦人は通路を隔てた窓際にいて吹雪がはためく海に見入ったまま動かない」。 海峡の向こうの港まで4時間足らずの航海である初めの1時間余りは湾の中それから外海へ出て潮流の急な海峡に差し掛かるのは出航してからおよそ2時間後と思えばよい潜伏をたたく波音が高まり船がひっきりなしに胴ぶるいしてきしむようになれば 「そろそろ海峡の中ほどである」「先に席を立ったのは老婦人の方であった」「紙筒を目立たぬように脇の下から縦にしてそっと船室を出ていった」「それが濡れた窓ガラスに映るのを見て彼は浮かしかけていった腰を落ち着けた」「外はもうすっかり闇で」 風は相変わらず強そうだが幸い雪は小降りになっている老婦人はなかなか戻ってこないさっさと用を済ませて船内の温かいレストランでお茶でも飲んでいるのだろうかしびれを切らして寒さしのぎの道たにかかると隣の中年男が目を覚まして もう海峡を渡り切ったのかと驚いたように窓をこすった照明を落としたデッキは無人でさすような風ばかりが吹き抜けていた濡れた炎のところどころが窓から漏れる明かりで水の飛び石のように光っていたそこをよろけながら船尾へ回る船尾から細くて急な階段をもう一つ上ると 最上階の狭いデッキで、巨大な煙突のすぐそばに、彼のいつもの船べりがある。その最後の階段を上りかけると、思い明けなく上から降りようとして躊躇している人のブーツが鈍く光って見えた。彼は後戻りして、下からどうぞと声をかけた。ブーツがゆっくり一段一段踏みしめながら降りてく。 ベルトのついた黄土色の街灯。銀髪が風に吹き乱れている。老婦人は手ぶらになっていて、その顔には重荷を下ろした人の安らぎが見えた。彼がそこに立っているのを見ても驚かなかった。お先に老婦人の眼差しは道連れを見るような親しみが感じられた。 彼は無言でいし,ゃくしてすれ違うと、老婦人がふらふらと泉室の入り口にたどり着くのを見届けてから階段の上り口にもたれて花の包み紙を向い